Hi world and hi my friends from Spiegel in Germany. This is Richie in Miyagi, Japan. Today I'm here with a shipbuilding company's owner, Mr. Suzuki. I would like to interview him. 会社の設備は前回で電気設備、船台の設備、また重機等も全部ダメになってしまいました。また従業員も今回の震災で2人ほど亡くなりました。今後復興に向けて今どういうふうに活動されていらっしゃるんでしょうか。従業員は全員一応解雇ということで、会社がこのような状況なのでいつ復興できるのか、半年後なのか1年後なのか、今のところ目処は立ってません。ですから今はもうできることはその生きてる船に対して本当になんとかまた使えるように最大限にやっぱり船主さんのやっぱり力になって、もう一つ一つ今ある問題を解決していきたいと、そのように思ってますね。ちょっとしたあれでもう孫を迎えに行くっていうか、俺自身でね、津波来るってことで、その迎えに行ってほら波に飲まれた人とか、兄貴二人が本当にこう流されるのを目の前に弟が見てて、それが心がずっとそれがほら離れないっていうかね、そんでもずっともう今も心塞いでしまってるっていうか、それいっぱいいっぱいいるんですよね。だから本当に復興あれば今度心のケアなんだね、そういう人たちのね。他の国の方々がこう見ていただいてるんですけれども、伝えたいことってありましたらお願いします。ほとんどの方たちが被害に遭ってるわけで、でも本当に石巻、本当にね、水産の町、また造船の町でもありますから、絶対にもう負けないという思いで、もう本当に心強く持ってね、頑張っていきたいと思ってますので、もういろんな、人たちの本当に応援もありますし、本当にその応援が何よりもやっぱね、自分たちの本当に復活への、もう強い強い本当にやる気となって本当に来てます。なんとか本当にその人たちに期待に応えるようにね、頑張っていきたいと思っておりますので、もうなんとか復興するのを見ていていただきたいと思いますね。